黒木大将及び、第一軍参謀長、藤井茂田、両洋海戦時、黒木大将及び、英国の艦船武官ヤンハミルトン、佐賀海戦時、黒木ため元から1923年、大正12年2月3日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。白尺。通称は七左衛門。天保15年3月16日、薩摩藩士。 調査ためエモンの三男として、薩摩国鹿児島城下鍛冶山地猫の薬師工事に生まれる。後、黒木万佐衛門のため前の養子となり、黒木姓を名乗る。母親戦争に四番大半隊長として従軍。蕎麦、伏見の戦いでは、薩摩藩の小中隊を指揮して、幕府不評を集中射撃により敗走させ、宇都宮城攻防戦では城壁に突進して、 取り付くなどを奮戦し、勝利の契機を作った。明治2年2月、一番大隊小隊長となる。明治4年4月に上京し、同年7月、陸軍大任官、五神兵一番大隊に配属。明治5年8月、陸軍少佐に昇進し、この F 表第一大隊長に就任。この F 表、第二大隊長を経て、1875年2月、 陸軍中佐に進級し、広島鎮大府標第12連隊長となる。1877年3月、西南戦争に出征し、同年10月まで従軍。1878年11月、陸軍大佐に昇進。1879年1月、この F 票、第2連隊長に転じ、中部間軍部参謀。 参謀本部官東局長を歴任。1885年5月、陸軍少将に進級し不評第五旅団長に就任し、ついで、この F 票、第二旅団長を務めた。1893年11月、陸軍中将に進み、第六師団長に就任。1895年1月、日清戦争に出征し、海英の攻撃に参加する。同年八月、 軍港により、男爵を助爵主家族となる。1896年10月、この上師団長に親保され、西部都督に転じた。1903年11月、陸軍大将に進む。1904年1月、軍事参議官に就任。同年2月、第一軍司令官となり、翌月、日露戦争開戦に伴い出征。緑港から天海戦まで連戦し、 ロシア軍からは、クロキンスキーと恐れられた。1906年1月、再び軍事参議官となり、1907年4月から6月までアメリカに出張。同年9月、軍港により、白尺を除尺。1909年3月、抗美薬に編入。1914年4月1日に退役した。 1917年4月から1923年2月まで、水密顧問官を務めた。1923年2月3日午後10時、肺炎のため、東京市青山の自邸において皇居。去年80、ありがとうございます。